大阪敬吉一食い風呂床屋の金さんは独り者の着やすい都合で今夜はバカに遅く赤臭い銭湯に浸っていたなんでも三助の吉功の説によると銭湯などというものはもともと一種の水商売なんだから 新築の銭湯にしたところでものの2年もすればもう水けに侵されてどこやらにちょいちょいシミができたりへこんだり結局一応は手入れするものだそうだでご多分に漏れずこの柳湯ももう青ペンキ塗りの天井に満州国みたいな大きな地図ができたり長島のタイル床にお尻のはまりそうな深いくぼみができたりしてなるほど。 これではお説どおり早速にも修繕しなければなるまいけれども床屋の金さんにとっては天井にしみがつこうとも床にくぼみができようと天から苦にもならなかった金さんがこの町内へ越してきてからほとんど1年近くという間毎晩毎晩こうして柳湯をひいきにしているというからにはそれ相応に 深刻なわけがあってのことなのだなんしろ銭湯の娘のお花ちゃんのぽってり顔ときたらシミもくぼみも断じてないんだから金さんは我と我が心にそう言い聞かせるで今夜もそんなふうに念を押しながら湯から上がった金さんが花んによって上がり湯を使いかけた時に番台で当のお花ちゃんが黄色い声で「 三助の義公を呼びつけたもうおしまいゆで呼ばれた芳公はたわしをつかんだままのこのこと出かけていったがすると間もなく何か間違いでも見つかったと見えて女湯の板の間がなんとなく騒々しくなってきたそしてそのちょっとした騒ぎはだんだん大きくなってやがて頓杖な主人の声でやれ裸のままでとか やれ飛び出したとか聞こえてくると思わず金さんは他の23の裸男と一緒に失礼な話ではあるが板の間の境の板戸を押し開けて店じまいとはいえまだ23の婦人客がしどけない姿でうろうろしている中をギロリとばかり覗き込んだものであるそこで持ち上がっていた事件というのは主人のジ平の説明によると もう閉店時間に近いというのでそろそろ店じまいに取りかかったお花ちゃんがいつものくせでお客さんの忘れ物はあるまいかと板の間の衣服戸棚を調べ始めた時にふと妙なことに気づいたのだ。というのはもう女湯のお客さんは3人しかいないというのに戸棚の中にはなんと4人前の着物が入っている。 そこで三助のよしを呼んで長島のどこかにもう一人お客さんはいないか見てもらう主人のジンベも顔を出す3人のお客さんに尋ねるが結局それも無駄で和合の衣服戸棚にあった一組の着物がどうしても余分になってしまったというのだはてね 屋の金さんは思わず腕を組み込んだかのしぼりの粋な浴衣と横島の伊達巻とモスの湯巻きとそれからタオルとニッケルメッキの化粧箱がジンベイの手で板の間の花むしろの上へ寂しそうに並べられたなるほど奇妙な忘れ物である金さんはまず首をできるだけかしげてこの間の事情を考えてみた いや考えるようなふりをしながら横っちょに立っているお花ちゃんの美しい耳たぶにチラチラと怪しげな視線を送っていたこれではとてもこの間の事情は考えられまいがやがて顔を上げた金さんはそこで計らずもジンベイのけげんそうな視線にぶつかると照れてどぎまぎしてとうとうそのまま表へ飛び出してしまった。 柳家のジンベはふーっと大きなため息をしたさて世間というのは妙なものでそんなことがあったから2日3日とするうちにもうそろそろ秋風がたってだいぶん話題の枯れかかったそころあたりの夕涼みの縁台でこの奇妙な女湯の忘れ物事件はひどく耳新しい話題となってだんだんやかましくうわさされるようになってきた。 あんまり柳湯が熱かったんであの着物の持ち主はきっと急に気が触れて裸のままで柳湯を飛び出したに違いない金さんと一緒にあの時柳湯に入っていたラジオ屋のトキさんはこの「裸で飛び出す」という点にやけに力を入れて力説し始めたすると柳湯の隣の薬屋の女将さんは「そういえば」 あの晩見たこともない妙な女が確か湯船の隅の方でこう真っ青な顔をしながら使っていたようだと言いだしたそこで付近の娘や女将さんの中からも「私もそんな女を見たようだ」とか「いいえ私は見なかった」とか随分さまざまな意見が飛び出してきてとうとう床屋の金さんは「 こんな調子でいくとお花ちゃんのうちの人気に関わるとそろそろ気をもみ始めたところがなんと驚いたことにそれから5日ほどのちまたしても奇怪な第2の女湯忘れ物事件が持ち上がったのだラジオ屋のトキさんからそのニュースを聞き込んだ金さんはもう自分のことのように上がってしまって とさんと一緒に早速柄にもなく朝湯としゃれ込んだ柳湯のジンベエは青い顔をしてしょんぼりと番台に座り込んでいたが金さんやトキさんを交えた数人のお客さんにせがまれるととうとうしかたがなさそうに立ち上がってのこのこ奥へ入っていったがやがて風呂敷包みを抱えて戻ってくるとみんなの前へ広げて中から黒無地のボイルの浴衣と 鱗島の夏帯とモスの湯巻きとそれからガーゼの手ぬぐいせっけん入れ等を取り出したつまりこれが昨晩あそこの稚魚の衣服戸棚から出てきたんですよいやどうも困ったことになりましたわいそう言って陣兵衛はそれらの妙な忘れ物を前にしながら「この前の忘れ物もまだ持ち主が出てきていない」とか これは多分何かのちょっとした間違いからできたことでこんなに騒いでもらっては手前どもの立つ瀬がないというようなことを愚痴っぽい調子でしゃべり始めたなるほどいちいちごもっともな次第だ金さんはかがみ込んでジ兵衛の話を一生懸命に聞きながらもなんとかしてこのお花ちゃんの店の上に降りかかった難事件を見事に解決してみたいものだと思った もしも俺が探偵だったなら金さんは奇妙な忘れ物の浴衣をそっと取り上げたそうだもしも俺が探偵だったならまず第一にこの浴衣に目をつけるんだがそこで金さんは黒字の浴衣をあれこれとひねくり回し始めた顔を近づけて浴衣の袖に手を突っ込んだり裏返したり はては鼻を押しつけてにおいを嗅いだりだから先生急に顔をしかめて持っていた浴衣を投げ出した多分そこにはむせ返るような中年女の大衆がムンムンしていたに違いないそこで居合わせたさんの四角は「こいつ物好きなやつだな」と言わんばかりの顔つきでジロジロと金さんを眠め回していたがやがてジンベエの愚痴にけりがつくと で難しそうな顔をしながら首をひねりひねり帰り始めたで少なからずむっとした金さんはやがてラジオ屋に促されてしぶしぶ柳家を後にしたうわさというものは恐ろしいものでラジオ屋流人へは、ば2人の裸女を飛び出さした柳湯の怪事件は日ごとに大きな評判となってそれがまたさまざまに階段じみた尾びれ背びれをつけられて やがて誰も彼もがそれぞれに名探偵を気取り始めた「とこきん」の店先では今日もラジオ屋のトキさんが相変わらず裸で飛び出すを主張していたするとなんかねとトキさんと仕立て屋の崔くんの顔を渡りながら金さんが言ったつまりお前さんはあの着物の主が裸で大通りへ飛び出しながら 誰にもそれを見つけられずに済んだとでも言うんかねじゃあ金さんとトキさんが息巻いたもしも裸で飛び出さなかったとしたら一体どういうことになるんだいすると金さんはむきになっていやトキさんつまりそこが問題なんだちょっと今度は仕立て屋のサイんだ 急ぐんだからさっさと当たってちょうだいなへへ、へい、ええ。ええ、そこで金さんはカミソリを持ち直したがしばらくすると再びトキさんが口を入れたああ、分かったじゃああの女は柳湯のどこかに隠れているんだするとトキさん金さんはまた向きになってもしも隠れてるんなら なんとかその女のうちから探して出そうなもんじゃないかそれや金さんとトキさんも負けん気で人りのってことがあらそうそうそれにあの柳湯の隣の薬屋の女将さんだって見たこともない妙な女がこう青白い顔をしながら湯船の隅に浸ってたって言ってるじゃないかなるほどね お前さん。仕立て屋のさいくんだ。私急ぐんだからね。それに第一あんな薬屋のお民さんの言うことなんぞ。当たりなりゃしないよ。へえ、あの女将さんってそんな女ですかい？とときさんである。そりゃお前さん。とうとう仕立て屋のさい君がときさんの方へ向き直った。 ラジオ屋さんは知らないのあのお民さんって女は薬屋の野よりさんの戦災を追い出さしてその後沿いに入ったくらいのなかなかのしたたかものですよおやじゃああのおかみさんは5歳なんですかえそうですともとぼつぼつ熱くなりだした様子で戦災の初江さんってのはそうねもう2年になりますね 何でもあれは柳生がコンクリートの基礎工事をしている頃でしたっけあのお民さんのおかげでとうとうかわいそうに離縁されてしまったんですよもしも私が探偵さんだったならまずあの後に残った着物に目をつけるわうわ私と同感だ思わず金さんが叫んだおやお前さんも私と同じなの 全くそうですよ。着物にはね、どんなものでも多かれ少なかれ仕立て癖ってのがあるんですよ寸法といいくけ方といいそこで誰が着たものか考え出していくんですよ、うん、なるほどますます同感だとまあそんなわけで金さんは早速その晩ときさんと一緒に柳湯にやってきたところが 造りの柳湯の門を一歩踏み入れた金さんとその相棒は不意にぎくとして立ち止まってしまったなるほどどうしたことか柳湯は電気が消えて真っ暗である見れば入り口のガラス扉に何か紙切れが貼り付けてあるようだ近寄ってみると街灯のほのかな余韻を受けた藩士の上には都合により 本日よりししばらく休業いたします。柳湯と書いてある途端に金さんはフラフラとなった柳は引っ越したのか。するともうお花ちゃんがだが金さんは間もなく元気を取り戻したラジオ屋の土岐さんが横の方の勝手口の格子戸に 薄明かりを見つけたからだ「こんばんはごめんなさい」戸を開けて2人はどんどん奥へ入っていったするととっつきの茶の間には電灯が一つともっていてその下でジンベエが大あぐらをかいてどうやら晩酌の最中だそこでトキさんが早速用件を切り出してくれた最初のうちジンベエはうさんくさげにギロギロと2人を見回していたが さんの外交よろしくとうとう立ち上がって不詳不詳あの妙な忘れ物の入った大きな風呂敷包みを持ち出してきた金さんはむさぼるようにその包みを受け取ると早速中身を取り出して畳んであった2枚の浴衣を広げると躍起になって例の下手て癖なるものを調べ始めたが金さんは間もなく大きな失望にぶつかった 仮に下手癖が見つかったとしてもどうしてそこから持ち主を考え出せばいいんだおまけに着物は別々に2組もある2組も2組おや2組とも無論下手癖は違うだろうないや待て待て金さんは何と思ったのか黒いボイルの浴衣をかのし絞りの浴衣の上へ置き重ねた そして雪や竹をピンと貼り合わせてその寸法がぴったり合うと急にドギマギしながら今度は裏返して襟のくけ方やおくみに縦ずまさては袖付きの八つ口から肩当て敷き当てに至るまで事こ,こまごまと針の運び癖まで比較し始めたジンベエはいささかあきれ果てて白目で見ながら横を向いたふりをしていたが やがて金さんが2枚の浴衣の匂いを嗅ぎ合わせて顔をしかめ始めるととうとう立ち上がって「こいつよくよく悪い癖を持ってるわい」と言わぬばかりに大きなからせきを一つしたすると今度はラジオ屋のトキさんが乗り出して一体どうして銭湯を休業したのかトキさん一流の先方でしつこく尋ね始めた このぶっきらぼうな質問にはいよいよジンベンも困ったらしく何とも言いようのない苦々しい顔をしながらいろいろご厄介になったが実はもうこの建物は某署へ譲り渡してしまったんですえ売ったんですってと盛んに考え込んでいた金さんが叫んだ一体だ誰が買ったんですか いやいずれわかるでしょうがジンベエが続けたその譲り受け人の手で近日中に新しく開業されるはずですよもっともその売買の話というのも今日や昨日に始まったものではなくてもうこんな嫌な事件が勃発じまる数日前からあったんですが値段の点でなかなか話が進まなかったんですよ 金さんの目が急に生き生きと輝きだした。こいつは面白い。おお。とうとう金さんはうなり出した。いったい誰が銭湯を買ったんです。え？いったい誰が？のよりさんのより純一さんですよ。のより。はて聞いたことのある名前だが。 お隣の薬屋さんだよ。金さんが口を入れた。おお、なるほどね。と金さんは1人で感心しながら。仕立て屋の女将さんはうまいことを言ったもんだ。なるほど。あんな女ならこれくらいのことはしでかすぞ。ねえ、甚平さんどうもあんたはどえらい？ペテンにかけられかかっているらしいね。 お前さんの言うことはさっぱりわしにはわからんがわからんつまりこの何と言うかな手っ取り早く言うとこの柳湯にすげえ宝物が隠されてんですよでその宝物を手に入れるためにこの柳湯をジンベイさんの手からできるだけ安くできるだけ早く買い取るうまい トキさんが手を叩いたいなるほどでそのために薬屋夫婦があんな妙な芝居を売ってこの柳湯の人気にケチをつけたってわけなんだな素敵な名案だするとジンベイが言ったどうもまだよく分からんがじゃああの妙な忘れ物はどうなりますかいそりゃさジンベイさんと金さんが言った どうせ夏物は薄いんだから浴衣も湯巻きも帯も2枚ずつつけてきて帰りには1枚ずつ残していくってこともできますよおお<う>とここでジンベイは目玉をぎょろリと光らせながらそれにしてもその宝物っていうのは一体この柳湯の中のどこにあるんですかい すると金さんは頭を抱えるようにして悔しそうに考え込んだがやがてその視線がいつの間にかふすまの陰から現れたお花ちゃんのシみもくぼみもないきれいなぽったり顔にぶつかるとまるで電気にでも打たれたように飛び上がったそうだきっと長島に違いないジンさんつるはしを貸してくださいそこで兵は けの子を呼びつけたそして間もなく一同は男湯の流し場へやってきたすると例のタイル床の上のお尻のはまりそうな大きなくぼみの前に立ち止まった金さんは陣兵衛の差し出したろうそくの明かりを頼りに三助の義公からつるはしを取って目の前のくぼみの上へ続けざまに鋭い刃先を打ち下ろした。 タイル床の上にはみるみる大きな穴があらわれたそしてその闇の中から目の覚めるような金色のいやとんでもない多分着物の色あせたのであろうまるで白いボロボロの強かたびらに包まれてなんと薄汚い一組のドクロが見え始めてきたやや突然金さんの頭の中へ 下手屋の女将さんのお話がもりもり首を持ち上げてきた2年前柳湯の基礎工事の頃薬屋の繊細の行方そうだと金さんが叫んだこりゃ薬屋の繊細の何と言ったっけ初初江さんのところだこいつがつまり薬屋の 人でに渡したくない。宝物だったんだ。さて、あくる朝柳生の甚平は娘のお花ちゃんを連れてとこきんへお礼にやってきた。金さん。とおはなちゃんが恥ずかしそうに言った。でもどうしてあんな素晴らしいことが分かったの。いや、あれはそのつ,つまり。 勘ですよと金さんは照れてどぎまぎしてうつむいてしまったがふと何か思いついて顔を上げると話を紛らすようにジンベエへこう言ったああそれからあの薬屋のお民さんはわきがですね。